ハニューる、イアーラハニーアイスストーリー 2NDRE ブレイツアー、e、最終日の舞台裏を独占公開。感動のライブビューイング情報。イアーラハニーアイスストーリー 2NDRE ブレイツアー、e、が独自の視点と感動の舞台裏を探るライブビューイングとディレイビューイングで2月19日に横浜で開催される最終日に登場します。この特別なイベントは単なる公演の再現ではなく、 アートとスケートの融合、そして新たな物語の発信地として期待されています。この公演は、羽生結弦が制作葬式を務める単独アリーナツアーラストであり、彼のスケートの才能が映画館の大スクリーンで輝きます。彼は過去にも、プロローグやギフトといった単独公演を成功させ、そのパフォーマンスは国内外で絶賛をありました。新たな公演では、羽生結弦の倫理観や価値観が、 ゲームの世界から取り入れられ、前回のギフトを手掛けたミキコが再び演出を担当。これにより、観客は羽生結弦の魂に問いかけるとともに、祈りの物語を体感することができます。また、今回のライブビューイングは、単にイベントを再現するだけでなく、新たな視点から物語を拡張し、多様性と豊かさを見せる工夫が凝らされています。羽生結弦のアートとパフォーマンスが、 コミュニティ全体に響き渡る瞬間を映画館で共有しましょう。チケットは、プレリザーブ、抽選と一般発売、先着の2つの方法で入手可能です。どちらの方法でも、お一人様につき4枚まで購入可能。特に一般発売は先着順なので、早めの手続きがおすすめです。イベント当日は、映画館ごとに異なる会場時間が設定されていますので、事前に確認しておくことをおすすめします。 チケットの料金は4000円で、3歳以上のお子様も有料となります。また、プレイガイドでの購入時には手数料がかかるので、注意が必要です。さらに、この特別なイベントに参加するためには、プレイガイドの会員登録が必要です。インターネットでのお申し込みは、プレイガイドのヘルプページで手順を確認してから行いましょう。イヤーラハニーアイスストーリー ND、RE、プレイ、ツアーのライブビューイングは、 映画館のスクリーンで繰り広げられる感動の瞬間を共有し、羽生譲るの魅力とアートに触れる最良の機会です。ぜひ、この独自の視点で編まれた物語に身を委ね、新たな冒険に出かけてみてください。